戦場では後ろ姿しか見かけなかったものですから。直江兼カこれは、直江兼カが伊達政宗に対して言い放ったとされる痛烈な一言です。江戸城で政宗とすれ違った時に、無礼であると諌められた兼ネは、政宗が戦場で逃げる後ろ姿しか見たことがなかったので、顔を合わせても気づかなかったと言い返したのです。直江兼カは、上杉家に生涯を捧げた偽証として知られています。 その名言からは、主君への忠誠心や民への慈愛、敵への勇気や教養など、熱具の人となりが伝わってきます。熱具の名言は、現代の私たちにも多くの教えやしさを与えてくれるのではないでしょうか。